忙しそうにバタバタしてるお母ちゃんの背中見てると今じゃない、そう言い聞かせて今日あった嬉しいこと胸にしまい噛みしめよ、疲れ切って帰ってきたお父ちゃんの缶ビール開ける音で寝たふりしよう、本当は背中にダイブして飛行機ごっこしようよ、だけどこれも今じゃない、今日もお母ちゃんが帰ってくる前に全部宿題を終わらしたよ、大嫌いな算数で90点も取ったんだよ、当たり前でしょなんて言わない、優しい二人だから今は気づかなくていいよ、褒めてお母ちゃん、褒めてお父ちゃん、褒めてよ先生、褒めてよ誰でもいいからさ、自分の中で溜めた石ころが自分に向かい降り注ぐ前に、あたしより手のかかる生徒なんて山ほどいるよね、それに加えてモンスターペアレンツ対応してる先生を遠目に見るよ、夜になっても帰れないの、今日は転んじゃったあの子を保健室まで連れてってあげました、消しゴム忘れたあいつには自分の半分にして貸してあげました、悪いことしたやつ叱る方が先だよね、だから今は気づかなくていいよ、褒めてお母ちゃん、褒めてお父ちゃん、褒めてよ先生、褒めてよ誰でもいいからさ、自分の中で溜めた石ころが自分に向かい降り注いでくよ、迷惑かけちゃダメなんだ、余計疲れさせちゃダメなんだ、一人でだっていい子だよ、友達とだってうまくやれてるよ、あー真面目ってなんだろう、いい子ってなんだろう、いい子にしてると気づかれもしない、褒めてお母ちゃん、褒めてお父ちゃん、褒めてよ先生、ちっぽけなことだけどさ、自分の中で溜めた石ころを今日も人にぶつけなかったと慰めよう、でも褒めてお母ちゃん、褒めてお父ちゃん、褒めてよ先生、褒めてよ誰でもいいからさ、自分の中で溜めた石ころが自分に向かい降り注ぐ前に